全然取れるじゃん。もちろん信頼、昨日取れなかったエヴァンゲリオン、未来へのじゃなくて明日への想像ですね。こちら、確保したいと思います。はい、おはようございます、てんてんです。本日10月の3日ですね。プレス弥生大店さんでの実践収録、通った機種がなんと、導入2日目のエヴァンゲリオン明日への想像ですね。明日だよね、未来だよね。明日ですね。はい、1枚目失礼したいと思います。ということで、打ちながら、基本的なスペックの説明、していきたいと思うんですけども、今日はですね、どちらかといえば、寝台収録みたいな感じの、ニュアンスでいきたいと思います。1ゲーム目からエヴァぞろい。待って、興奮してきたです。ごめんなさいね、オタクではないんですけども、嫁が出演しているということで、時々オタクになってしまうかもしれません。はい、まずこちらメーカーがビスティさんですね。導入台数が2万台とね、ここ最近のスロット台ではかなり、多い方の、導入台数だと思われるんですけども、スマスロになります。でコイン単価が、4.2円、これ結構高いです。で、TY が、1251枚なんですよね。1回 AT 入ったら、まあ大体平均して1251枚出るよっていう意味なんですけども、これね、あの最近のスマスロ、荒い機種といったらブブブとか、カラクリとかニャンコ大戦争とかってあると思うんですけども、それよりも荒い、スマスロ史上最も荒い台なのではないかと、言われております。で、まあ、1251枚ってイメージとしては多分なんですけども、5号機のあのセイントセイヤ海洋覚醒の AT 入ったぐらいなのかなっていうイメージだと思います。なんで、まあ、一応1200枚ですけども、やれないときはすぐ終わるし、やれたら万枚コンプリート余裕でいっちゃうんじゃないみたいな感じの、まあ、超激荒台なので、お金ある人しか打たない方がいいと思う。金ないときに打つ機種ではないです。絶対に僕も金ないですけども、エヴァの愛と信頼収録、一応演者なのでね、皆さんにこの台が面白いぞということをお届けしたいなという気持ちで、今日は座りました。ただその壊せる景気がね、その確定薬が2種類、あるんですけども、赤七揃いと金エヴァ揃いっていうのがあって、その金エヴァ揃いが8192の、まあ、ゴッドの確率なんですけども、一応赤七もね6553分の1なので、合算したらまあまあ1日打ってりゃ引けるんじゃないかといった感じで、設定1でも確か3000枚の突破率が 30% ぐらいあるって書いてあったと思うんで、低設定でもまあ出るで、打ち方は振り打ちで大丈夫です。本当にゴッドみたいな感じなので、なんか右上がりキナナとか中段キナナとかだと思うんですけども、なんか熱くないそれ。これが、なんだろう、リリス目ってやつかな。続きまして AT 確率を、説明したいと思うんですけども、なんと設定1だと932分の1ですね。果てしなく重たい。こんな重たい AT 確率の台ってなかなかないと思うんですけどもね。で、設定6でも620分の1 超重たいです。超重たい代わりにその AT 入ったら1200枚平均して出ますよといった感じなんですけども、天井推定投資額が4万6000円。何ができる、プレステ5買えるよね。で一応天井が、1000ゲームもしくは1500ゲームで、天井なんですけども、天井恩恵チャンスゾーンだけです。でおそらく天井恩恵のチャンスゾーンは成功期待度 50%、 やが2分の1で AT 入るよといった感じなんですけども、このねリセット恩恵の解析が、まだしっかりと出てないんですけども、まあ、ツイッターとか、見る感じだとリセット恩恵で天井短縮1000ゲームになると思うので、一応今の状態だと天井狙い目が700、800って書いてあるんですよ。ただ昨日導入された初日、結構そこでやめちゃう人が多くて、一応多分リセットの時は1000です。そんな700、800でやめたらめちゃくちゃもったいないので、で僕の予想はこの台は結構、今後据え置きとかしてくる台なのかなって思ってます。確定薬の、種類2つあると言いましたけども、1つ目の赤7揃いの、恩恵としましては、暴走フリーズ
が発生して、初期ゲーム50から300の、ゲーム数を持った状態から AT がスタートで、ストックが最大4つって書いてありますね。で、8192の、金エヴァ揃いの恩恵が、プレミアムエヴァゲーム、通常時に引いた場合はね、プレミアムエヴァゲーム、100ゲーム固定の、AT なんですけども、その中で、ストックが3から5個あるそうですね。で AT 中に引いた場合は、ストック3つから5個を獲得だそうです。あららららら、あ、ネルフステージですね。これ前兆ステージになります。前兆ステージは、ジオフロントの夜ステージ、その次がこのネルフステージ、その上にセントラルドグマステージ、というものがあるんですけども、あのリリースがブサーってなってるところですね。あそこ行ったら一番、CZ に期待できるんじゃないかと、書いてありますね。あ、ダメなんだ、ごめんなさい、すごいキモいこと言っていいですか。この何これ、ボルトが刺さった時の音めっちゃ気持ちいいで内部状態なんですけども、4種類の、内部状態がありますね。低角、通常、広角、超広角があるんで、もちろんその超高額中にレイアップ引いた方がチャンスの、当たりやすいといった認識で大丈夫だと思います。で昇格抽選は、主にリリース名から、昇格抽選してるそうですね。だからこういう系の台、そのゴッドシリーズ系の台ってあんまり説明することないんで、マジで引きで見せつけるしかないリリース目からレベル上がってレベル5ですね今。あ、セントラルドグマ来た、熱っ。これが一応全長の最上位のステージになります。全長期待度が高いね。わあ、レベル8、これもらったんじゃないか。 CZ 第6使徒3回目ですね。あ、これ4回行ったからさすがに取れてると思うんですけども、来ました。これちょっと弱い方なんですけども、チャンスオン初めていきたいと思います。525ゲーム死と襲来ですね。この時点でまず勝敗は決まってるそうです。で4ゲーム間あるんですけども、敗北した場合、リプレイ霊薬などで書き換え抽選を行ってるそうなんですけども、霊薬引いたらもう勝利濃厚になります。なのでこの4ゲーム間でうまく霊薬引くことがすごい大切で、使徒によっても、期待度あり。第6使徒かなこれ。ああ、第6使徒上から2番目ですね、期待度。第6使徒なのでワンチャンあるかもしれない。お願いします。リプレイか霊薬ね。いやー厳しいか。これは何、右上がりなのこれ。違うわ、あ、全然違うわ、あ、全然ダメだわはい、ということで CZ 一致する。これはキナナか。キナナも中段、下段、上段、右上がりとかなんかあって、それの合算が300分の1とかなんですよね。一個一個のフラグの確率は900分の1とかなんですけども、それを全て合算したのが300分の1。もうちょっと待って、これはさすがになんか引いたでしょ絶対に。何この演出、ちょっと待って、落ち着こう、落ち着いて。いやこれマジで837ゲームあるかもしれない。いきます。いや絶対来たでしょこれ。あえ、あんな熱そうなのに外すんだいや楽しい楽しいです。だからなんかね、激アツ演出としては、あのロンギヌス飛んできてからのカシウスの槍が飛ぶみたいな、そういう演出もあるそうで、今のめちゃくちゃ熱いと思ったけど、まあハーレスでいうリールロックぐらいの感覚なのかな。すごい中途半端なリアクションしちゃった今。え、待って、今のエヴァ方向演出星4なんだけど、
一番下に出てくるんだけど、鍛えた時にカシウスとかと同じぐらい熱いわ、きっと今の。はい、ということで1000ゲーム、到達して、ちょうど夜ステージ入ったので、リセット恩恵として、天井が1500から1000になるということで、ここで、CZ 上位の、E フリーズだっけ、 E フリーズかに突入するんですけども、成功期待度が約 50% で、全役で抽選の10ゲーム間ですね。うわー、槍飛んできましたね。これで全長1033ゲームですね。はい、E フリーズいただきました。これが天井の恩恵のチャンスゾーンになります。成功期待度が 50% フリーズしたら、AT 当選。うわすごっ。で、これ上位の CZ 中に、成功することができればプレミアムですね。ちょっといい、ちょっといいつか特化ゾーンスタート的な、AT から始まるので、ここの10ゲームめちゃくちゃ大切です。レイアック引いたらもう確定レベルなのかな。お願いします。どのタイミングでフリーズするかは分からないです。 50% なんで外すときは外しちゃうよね。多分演出とかもあってこれチャンスなんじゃない。でも押せちゃう、押せちゃいますね。ダメですね。だ演出なしでも行く可能性あるけど、基本的には演出あった方がチャンスなのかな。ちょっとさりげなく半分来て残り5ゲームなんですけども、エンサー入った。ダメだ、押せる。いやここ外したらマジでなえるやつだ多分。であれですね、あのやっぱセイントセイヤみたいな感じですよね。やっぱりその1000ゲーム999はめたら、セイントバトル入ってみたいな、クライマックスバトルか。うっ、ここどう、ここラスト1ゲームなんだけど、え待って本当にワンじゃない。え終わった。こうなると、次の天井また1000なんですよ。 E フリーズ失敗じゃ天井が1000に短縮だそうですね。なのでまた多分猛戦ゲーム回さなきゃいけない、もしくは早いあたり、もしくは確定役を目指していきたいと思います。まだ初打ちなのでね、心はバリバリに折れたというわけではありません。次頑張りたいと思います。すいません、しんどくないみたいな楽しいって言ってたんですけども、今タバコ吸いに行って冷静になってみたら結構しんどい。天井やめよう、天井はもうやだ。で、天井が、スルー回数も多分あって、2回連続 E フリーズを失敗した場合3回目が確かね AT になるような気がするんですよね、解析サイト見てる感じ。5枚目、現在11時、6枚目、現在12時です。本日2回目のボタン、それはさ、それはすごいことになってるよね。待って、ボタンとかすごい気抜いてたんだけど、これめちゃくちゃ強くない？ちょっと待ってね、ちょっと待って、多分さっきと同じぐらい強いと思うんだけど、いきます。まずは7止まること。赤7か、いやこれね、エヴァ揃いって中段じゃなくても上段でも揃うことを見たことあったので、下段で揃うって可能性もなくはないのかもしれない。いきます。多分第2ボタンでテンパイしたら確定だと思うんですよね。え何今の、何、あリリース目だ、40分の1。現在12時半、7枚目、
はい、ということで現在12時半ですね、天井2連続で2000ゲーム、回してます ATZ です。投資が、63本。正直今の状況的に本当に死にたくなってきたよね。いやこれマジね、死に出ますきっとえぐすぎるんですけども、逆に AT 入れたらめちゃくちゃ強いので、ここ外したらもう次3000コースだと思ってるんで決めます。 50% フリーズしたら当たり。この10ゲーム間マジでひりつくっすね。お願いします。なんか SRT してナビなしどう、レイアクとかない、ないない、ないです。今の音デフォ、およしおのぶね。投資63本でいただきました。で E フリーズから入った場合は7揃いになります。で、プレミアムから、始まって100ゲームですね。純増 2.8 枚、よかった一安心でございます。はい、ということで調べたんですけども、ここからプレミアム AI ゲームですね、純増 2.8 枚の、100ゲームなんですけども、まずレバーを押してみたいと思います。あ、すごいレインボーディズ。AT 初当たりの 80% か 85% は必ずこのプレミアムから、入るそうなんですけども、これに入ることによって E ストックだっけ、ゲーム数上乗せを知るたまるグリス、必ず、上乗せゲーム数上乗せの特化ゾーンが最低でも1個、ついてくるので、まあ、それで爆乗せしようねみたいな感じなんですけども、この AT 中の抽選、レイアクなどで、その上乗せ特化ゾーンのストック抽選を行ってます。さらに、この AT 中でもその確定薬、金7揃い、赤7揃いもあるので、まあひりつけますよね。これが今普通の AT なんですけども、上位 AT いったら、純増が5枚に上がるそうですね。 2.8 枚だと、ハーレスとかだと多分同じぐらいですね。さあリリース目から煽りが来てますけども、あ、結構簡単に取ってくれますの。とりあえずこれで1つ獲得したんで、最低でも2個は、E バーストのストックあります。で外線とかハーレスと同じように、この色によって何個持ってるかの示唆を行ってますね。はい、ということでストック100ゲーム回してストック2個ですね。もともとあったやつ1つ、あとはリリース目から取ったやつで2つです。これ大丈夫なのか、少ない気もするけど、まあ、とりあえず、ここから E バースト行きたいんですけども、キャラクター、レイ、アスカ、マリ、シンジの順で、上乗せ期待度、上がっていきますね。なんでシンジが来たら一番嬉しい。ただ、レイとかでも覚醒みたいな EX みたいなのがあるので、まあ、それ引いたら弱いレイでも、たくさん乗せれるよといった感じでございます。これボタンチャンスアップとかありそうですね。おっシンジじゃない、これシンジだよね、シンジです。普通のシンちゃんですね。普通は、200ゲーム乗せでございます、平均ね。で、毎ゲーム最低でも30は乗せてくれます。 EX だった場合が、400ゲーム乗せが平均なんですけども、5ゲーム間ですね、で最低でも30ゲーム以上、マックスで200ゲーム。リアクとかこれ引いたらめちゃくちゃうまいと思います。とりあえず平均の200は、越したいと思います。よろしくお願いします。30、これ最低保証ね。30、まあ基本的には30なのかな。30、さあこれ全部30な気がしますけども、飛ばしちゃったけど、全部30なので160150か、一応平均か。
まあでもあのレイとかだった場合多分50ゲームとか60ゲームで終わってしまうので平均が60かなレイだった場合それに比べれば全然 OK です。でここも、さっきと同じで、レイアークなので、Eバーストのストック抽選行ってます。はい、ということで特に上乗せとかはなく、150ゲーム消化したのでもう1個の、ストックの消化になると思うんですけどもここの、ね、終了画面、設定さは多分行っていると思います。解析はまだ出てないです。はい、でこれが E モードっていうんですやつなんですけども、4ゲーム間のうちに、引き戻すかどうかみたいな感じなんですけどもストック持ってるのでここは引き戻せると思います。でこれが8ゲームの選択もあるそうなんですけども8ゲームが選ばれて、終了後にシャッターが閉まれば上位 AT に突入だそうですね。これか、あ赤保留、これパチンコと同じ保留っていうのがいいですよね。はい、3揃いで2個目のストック消費いきます。もう1回信じこい、アスカですね、下から2番目、アスカは平均上乗せ75ゲームだそうです。最低でも20ゲームの上乗せは保証されてます。 EX これマジで熱くて、平均200になるんですかね。ちょっと初めてなので、性能がどうなるかわからないんですけども、アスカの場合3ゲームしかないんですよ。多分ボタンを押すごとに上乗せしてくれると思うんですけども5ゲーム15ゲームでかくない、え、でかくない、50ゲーム乗っけたんだね今ので。20ゲーム10ゲームボタンは熱そうじゃん。いやすごい強いわ。え、この時点で150か。じゃあさっきの多分強攻撃でしたね。5ゲーム20、30、あ、平均以下か、ギリギリ平均が180ゲームのせい。え、でもめちゃくちゃ嬉しい。で、TY1200 枚なのでこの調子でいったらちょうどそんぐらいに行くので平均は取れたと思うんですけども、投資6万3000なので全然まだ取り返せない。だからここでストックさせましょう。 E バースト、何それ、何それ、広角？かわいいな、隠れてるんだけど。キモめっちゃキモかった今の初号機。はい、ということで100何ゲーム乗っけたんだっけ。結構乗っけたんですけども、上乗せなしストックなしで、1235枚ですね、TY が1251枚なので、まあ、20枚ぐらい足りないんですけども、一応まだねその目に見えるストックはもうなくなっちゃったんですけども隠れてる場合もあると思うので、ここからの、E モードね、 E モードで頑張りたいっていうのと青保留が一つだけ最初からあります。これが赤に昇格すればね嬉しいんだけども、ここね青のまま、青じゃ弱いか、ダメ、これで終わってしまったんですけども、即闇は現金だそうなんですよね。50ゲームぐらいは、見た方が良くて、潜伏してる可能性もあるそうなので一旦とりあえず1200枚で終わってしまったんですけどももうちょっと様子見たいと思います。お、あのね600ゲームなんですよ。一応ねちょっとツイッター見てた感じ600に仮天井あるっぽくて設定6は別格で入るらしいんですよね。まあでもこれはさすがに6ではないとは思ってますけども一応なんか入りました。641ゲーム全長を組んだらちょうどこんぐらいのゲーム数で組んのかなといった感じなのでもしくはリリース面めっちゃ引いたんですよ。それで上がってここまで来たかって感じなんですけども2回目の E フリーズ成功期待度 50% よろしくお願いします。成功したらプレミアムからいきます。ここを決めたらでかいな。一応まだ持ちメダルなんですけど残り200枚しかないのでここちょっと決めたいよね。
わあびっくりした第3 T45 かな、もしくはマックスベットで、いただきました641ゲーム2回目の、AT でございます。獲得期待枚数1251枚、投資が63本なので3000枚出さなきゃダメです。持ちメダル OK、すごい最悪な回は免れそうな気がします。ここでたくさん爆乗せしたいと思います。めちゃくちゃ綺麗、プレミアムエヴァゲーム入ったら100ゲームスタートでストック最低でも1つは持ってます。はい、ということで今回ストックなしで1つしか持ってないんですけども、一発目いきたいと思います。もう1回信じ来い。うまくない、振り分けマナー買いすぎ出てないんですけども、しんちゃん来ました。エクストラ来たら超最高、400なので平均シンジが出るだけでも嬉しいけどね、かなりエクストラ超え普通ですね、平均超えます。大体30なんですよ、大体30なんで1回でも30以上が選ばれたら結構強いんじゃないかなといった感じですけども、今のところ全部30、いやこれはオール30で終わってしまいそうですけども、はい、さっきと一緒ですね、150ゲーム、まあ、でもありがたいです。はい、リリス名降格中かな、これは熱いんじゃない、さすがに誰第9首都チャンスアップがおそらく AT フィールド入った、これあえ AT フィールドじゃないわ、カットインチャンスアップいけ、うわ写真失礼します、歯ブラシシコシコこれでおそらく1対1で直乗せか、ストックだと思うんですけども、そうですね、イーバースもしくは上乗せいきます。やっぱイーバーストリス、こっちの方が美味しいってことだよね多分。で、マリなので、シンジの1個下ですね、マリは、最終告知です。で6ゲーム間の間に、チャージしていく、でこの緑までチャージされた場合は100ゲーム以上の上乗せですね、平均ゲーム数は90ゲーム、ベルナビとかが大切なのかな。これで緑黄色いく、黄色どうだ、黄色止まりか、黄色止まりなんで3キロは厳しいか、100以上、平均以上です、ありがとうございます。さあ残り196ゲームだ、これ上がっていけばいいんだよね、レイの次マリとかさ、レイで発展第5首都、うわ赤タイトルこれもらったでしょさすがに、ただレイなので、あ、これ AT フィールドチャンスアップです、当たったとしてもそこまで乗せないかな、この次カットインの色青、じゃあ弱いけどタイトル赤です。あ、よし行きました行きました、でこれでレイの E バーストもしくは上乗せってことかな、いけ、あ、いった、レイは平均60でかな確か、4ゲーム間で平均60ゲームです、10ゲーム、10ゲーム大体10なのか、10ゲーム、20 50、まあ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 、オッケー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 、結構増えた、ちょっと待ってカシウス来てないけど、押し順出てるけど、ただのシトバトルだけか、ええ、おうおう、リリース目ね、リリース目でものんびり進んでくるんだ、
でやっぱ監視ウス飛んでこなきゃ多分ダメっぽいですね。ボタンも普通行きました。で1対1で上乗せか、イーバーストお願いします。はい、え、これ上手くない ?1 対1なのかな本当に、合計70乗せ、あ、でも平均ぐらいじゃないかな確か。 OK です、70ゲーム。はい、ということで結構やれましたね、1419枚で、平均以上は、超えたんですけども、ここからまた引き戻しがあるので、引き戻しもしくは上位に入る可能性もあります。お隣さんがこれ何もない時に普通に終わって通常時に戻った瞬間急に上位入ってたりしてたんで期待しかない。お願いします。保留の色はまず普通 E モードですね。なさそうか、保留変化なし。さすがにストックなかったから厳しいんですね。はい、で通常時戻るじゃないですか、こっからまた急に当たってたんですよ、8ゲーム目か9ゲーム目ぐらいに。でそのフラグ引くと最大一撃3600枚取れるんですよね。なさそうです、まだわからないですけど、一応50ゲームぐらい見た方がいいって書いてあったので50ゲームぐらい見たいと思います。はい、ということですね、エヴァンゲリオン、明日への創造、初打ちだったんですけども、まあ、一撃性はかなりあると思うっていうのと、やっぱハイエナ向きかなっていうのが正直思ったところですね。でやっぱ8192とか引けたらね、本当にまんまいとか狙えるクソ荒い台だとは思うんですけども、今日は、特に見せ場はなく、一番最初の朝一のあの7止まった時は一番熱かったですね。では基本的な、ゲームフローは説明できたのかなと、思いますので、皆さんぜひホールでギャンブラーの方は打ってみてはいかがでしょうかということですね。僕の実践は、今日はここで終了したいと思います。ありがとうございました。いつかね、ゴッと引きます。いつか引くまで打ちます。